この馬の骨がわからんやつの疲労はどう。うちは編まないで。及ばざるが過ぎたりより勝れり。いや、これくらいのことで褒められると思ってなかったもんですから。今、日本のヤクザ社会は戦国の世と化していた。徹底的にやるじゃんけ。天下取るのはわしじゃ。わしら南条組のものになった。ことを構える気はあれへん。伸びゆけやられたらどないするんじゃ。心から感謝しておりますわ。終わりは一つにまとめにゃいかん。この大事な時にこれで安泰だと思うちょんのか。我々警察にとっては好機と踏んでおります。他に任したらよそもんと手組みかねえ。